トラマル公園は、香川県東香川市にある総合運動公園。名称は、公園が、名宝トラマル山を望む丘陵に展開することから、命名された。公園テーマは、光と水と、緑あふれる健康運動公園。園内のトラマルパペットランドは、日本の人形劇のメッカとして知られる。シンボルの時計と起伏に富んだ18ヘクタールの、 敷地内に、レクリエーションやスポーツ、文化活動のための様々な施設が配されている。事務所所在地は、郵便番号769-2604香川県、東香川市西村1155日本で、唯一の人形劇のテーマパーク、下記の施設で構成される。2003年から2013年3月までの間、日本で唯一の人形劇専門学校、 パペットアークの運営もされていた。トラマル図書館は歴史民俗資料館と交流プラザと構成されている。東香川市図書館の本館からなっている。公園センター内1階に位置し、蔵書は約6万冊。閲覧室とギャラリーを備えている。開館時間は午前9時から午後5時で、休館日は毎週月曜日と年末年始。2021年現在、 トラマル図書館は閉鎖され、JR 三本松駅前の人の駅三本松内に大きな図書館が新設されている。トラマル公園内にある体育館は、1993年の東四国国体の開催に合わせて、香川県の事業により建設され1991年8月に完成した。完成当時の名称は、香川県立大川体育館。 東四国国体では国民体育大会柔道競技の会場となった。2012年4月1日、香川県より東香川市に移管されたことに伴い、虎丸公園体育館に名称を変更し、2012年7月1日より日本手袋工業組合が命名権を取得し、虎丸手袋体育館に変更した。2018年2月、 初のプロスポーツ公式戦として、B リーグ香川ファイブアローズ主催試合が開催された。高松エクスプレス、高徳エクスプレス大内バスストップと歩一分。ありがとうございます。